はい、こんにちは、スクーティワカメと申します。それではマイネリベツバイ没落編ですね、続きをやっていきたいと思います。前回ね、ついにオーガスタパパの悪事を暴きまして、警察に垂れ込むことができました。で、なんかもうアジトに戻ってきてしまったんですけれども、何かしらね、進展があることを信じて進めていきたいと思います。はあ、いい天気。あ、ステファン、ステファンさん、おはようございます。さっき司爵から招待状が届いてましたよ。パーティーがあるそうです。あ、何も変わってないパーティー。なんでも新型兵器の完成披露パーティーらしいですね。え、特に何もなかった感じかな。じゃあ昨日はいろいろとあってどうしたものかしら。あまりパーティーって気分じゃないけど、お断りするのも失礼よね。でも私ドレスなんて。ステファンさん、私パーティー用のドレス用意していないんですけど、何用意させようとしてるんだ。そのことはリーダーたちに話しておきました。仕事が早い。後でドレスをお届けするとのことでしたよ。マジでか、よかった。どうしようかと思っちゃった。こんな時くらいパーティーを楽しんでいらしたらどうですか。今日の夕方ですよ。君は行かないのかい。そう、そうよね。何も考えずにパーティーを楽しんでこよう。ありがとう、ステファンさん。ステファン君行かないのかな。あ、でもう夜になっちゃうかな。あ、もうパーティーの時間になっちゃう。あとネックレスをつけたら終わりっと。着替え中だ、入ってくるな。着替えは終わったのか。俺がエスコートして。お前、俺がまだ全裸だったらどうするつもりなんだ。じゃあペンダントの留め金、そっちかよペンダントの留め金が引っかかっちゃった。わあ、そのまま動くなよ。どこに引っかかった。俺が何とかしてやるから。ちょっとちょっと、はい、あ、キラキラしてる。こうしてと、こうかな。どこ触ってるんですか。エド様の指が私の首筋にかかってる。ネックレスは変な風に動くし、なんだか変な感じ。いい感じですね、エド様。ああ、ちょっと待ってろよ、すぐに終わるから。終わんなくていいよ、もうずっとこの時が永遠に続いてくれ。はい、でもどこか痛いか。いや、どこも痛くない。いえ、どちらかというとくすぐったい、くすぐったいのか。あ、ああ、なんとかする。こら、動くなって。なんかくね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 動いてんのかな、ワカメ。取れた？はあ、できたぜ。女のアクセサリーは大変だよな。まあ、細かいからね。本当にごめんなさい、エド様のお手を煩わせてしまって。いや、いいって。それより時間に間に合わなくなっちまう。早く行こうぜ。まあ、エドもまんざらでもなさそうだからいいんじゃない。行きましょう。はい、エド様の腕、なんだか安心するな。エドともいい感じなのかな今。あ、パーティーだな。あ、皆さん、ようこそおいでくださいました。何にも変化ないですね。さて、本日は喜ばしい報告が2つございます。2つ。まず1つは、はあ、クーヘンのため日々精力的に活動をしている若者をこの場に招くことができたこと。まだ進んでいく感じですね。彼らのような存在がある限り、この国の未来は極めて明るいと申せましょう。はあ。そしてもう1つ。もう1つ。当家の所有する工場で、はあ、かねてより研究中だった新型の兵器が完成いたしました。うん、まあ、そのお披露目パーティーですからね。素晴らしい。参加者。これでクーヘンも安泰だ。参加者よ。この兵器と未来を担うに足る若者たちがあれば、うん、はあ、きっとどんな敵をも退けてくれると固く信じております。でもそれをドイツに売っちゃうかもしれないわけでしょ。本当うさんくさいな、このおっさん。よかった、完成して。これでドイツ軍に対抗できるわ。でもそれを売られちゃうかもしんないから。
磁石が兵器を流している意図が不透明なのは気になるけど。さて皆さん、はあ、ここでレジスタンス夜明けの風のリーダーオルフェレウス君より挨拶があるそうです。お、オルフェが挨拶しますよ。ご紹介に預かりました、うん、夜明けの風のリーダーのオルフェレウスです。堅苦しい挨拶になりそうですね。磁石、まずはこのような席を設けていただいたこと心よりお礼申し上げます。うん。私どもの想像を上回る素晴らしい宴で我々一同大変感謝しております。ここまでのパーティーをする必要があったのかね。また新兵器の手配までしていただき誠にありがとうございました。まだオルフェはこれ利用されてること知らないって感じなんですかね。我々夜明けの風を代表いたしまして深く感謝させていただきます。深く感謝してるところを見るとまだ何も知らないってことでいいのかな。さて皆さんもご存知の通り、うん、クーヘンの内情は危機的な状態にあります。はい。しかしここで諦めてしまえば全ては終わってしまいます。諦めたら試合終了ですからね。状況を打破するため、うん、今こそ我々は戦わねばならないのです。そうだ。そしてクーヘンに真の自由を真の平和を、うん、皆が安心して過ごすことのできるクーヘンを必ずや我らの手に。素晴らしい演説だね。もとよりこの命クーヘンのために捧げる覚悟はできております。素晴らしい覚悟だと思う。どうか皆さん私を信じクーヘンの未来を信じ最後まで共に力を合わせ戦いましょう。やっぱレジスタンス側来てよかったな。なんか革命軍側についてる時の後ろめたさがない。さすがはオルフェレウス君だ。磁石もうちょっと声張ってもらっていいですかね。今のクーヘンを救う人材として、うん、君ほどの者も他におるまい。まあ一番適任だよね。いえ私はまだ若輩者ですので。そう言うな。いやいや何を言っているのかね。謙遜などしなくともよいよ。さてそれでは皆さん今宵は楽しんでください。特に何事もなく進んでますね。特に主賓の二人、うん、オルフェレウス君とエドバルド君をねぎらってやっていただきたい。あ、じゃあねぎらいましょう。たっぷり。で、確かこのパーティーを抜け出してカミュ君と一緒になんかタクシー乗ったらドイツに牢獄生活になっちゃうんですよね。戦争しているというのにたくさんの人が集まってる。すごく盛大なパーティーだわ。お料理だって飲み物だって本当盛りだくさん。夜明けの風のみんなにも食べさせてあげたい。借りられたメンバーしかやっぱ来てないんだな。とりあえずタッパ集めてステファン君に。あら、一人で何をブツブツ言ってるのかしら。何にも言ってねえよ。え、あ、オーガスタさん、立派なパーティーだなって感心してたんですよ。そうかしら。うん。これでも戦時中だから控えめにしているの。これでも控えめなの。そうなんですか。合成にしてハッタリを効かせる意味なんて特にないもの。あ、まあ確かにそうだけど、でもこんな風に穏やかにパーティーを楽しめるのはすごいと思います。夜明けの風のみんなもきっと感謝してます。ありがとうございます。どういたしまして。喜んでもらえたのなら開いた甲斐があったわね。なんか釈然としないんだよな。あ、タピオカちゃんだ。俺タピオカだっけ。久しぶりだね。元気にしてた？マリン、おかげさまで。マリンさんもお元気そうですね。にゃろう。相変わらずね、マリンは。マリン、ここにいたんだな。ねえねえ、ところで、うん、
二人とも今夜は誰と踊るつもりなの？あ、ミニゲームあんの？私は、お、俺、お、あ、オーガスタじゃない、俺、エドと。言わなくたってわかってるでしょ。私のパートナー、彼だけ。ステファン君来てないけど。そっか、そうだよね。でも、マリーンと一緒じゃなくてよかった。マリーンはアイザックだもんね。マリーンはね、アイザックだろ。あのね、あのね、もったいぶるな。珍しいわね、マリーン。元気なあなたらしくなくてよ。おお、ズバッと言っちゃえ。この前のバカンスにオーガスタの別荘でお会いした。はあ、アイザックさんみたいな人がいいかな。よかったね、アイザック。え？大人っぽくてね、ちょっと危険な感じのする素敵な人だったんだよ。ちょっとどころじゃないんだ、もう危険な匂いしかしないんだよ、あの人。そうなんですか、踊れるといいですね。おう、じゃあもうマリーンはいいよ、行っていい。二人ともすごく楽しそう。好きな人に振り向いてもらいたいって気持ち、私もよくわかるな。ワカメは誰と踊るんだろうな。エド様と踊りたいな。申し込んでみようかな。あ、いいんじゃない、喧嘩売ってみよう。ダンス申し込んでみようかしら。もう先に行っちゃえ行っちゃえ。え、オーガスタさんも、あなたは夜明けの風でいつも一緒にいるじゃない。そんなね、ダンスとかっていう空気じゃないんすよ。わざわざここで踊らなくてもいいでしょ。違う、あなたの前で踊りたいの。そういう問題じゃありません。私だってエド様と踊ったことないんですから。オーガスタさんは学園でパーティーがあった時には踊ったりしたんでしょ。そうだけど、でもやっぱり。すごいな、なんかこの女の子同士の戦いっていうか陰湿だな、すごい。ワカメこんな感じなんだな。そういう問題じゃないでしょ。そうね、その通りだな。怖いな、なんかピリピリしてる。なら江戸様から申し込まれた方が踊る。それならいいでしょ。ああ、恨みっこなしってことですね。もちろんです。ちょっと離れてみましょうか。うん、二人一緒にいたら申し込みにくいかもしれないわ。ほんでマリーンのとこに申し込みに行ったら面白いんだけどな。そうですね、エド様が私に申し込んでくれるかどうかなんて自信ないけど、お願いエド様、私が踊りたいのはエド様お一人なんです。あ、どっちに行く。来た。お前こんなところにいたのか。はあ、ちゃんと食ってるか。食ってます、食ってます。いえ、その私ダンスがしたくって。お相手が決まっていないなら踊っていただけませんか。これはずるくないか、ワカメ。いいけど、俺ダンスはあまり得意じゃないぜ。足踏むかもしれないが。あ、もう全然マッサージ感覚で踏んでくれていい。どれだけ踏まれても大丈夫です、私の足丈夫ですから。勝った。いいぜ、途中で足が痛くなったら言えよ。おう、はい。ざまないですね、オーガスタ。勝ったぞ。あ、で、ミニゲームになるな、これ。はあ。でも、そんなに難しくなかった記憶があるんですよね。で、コントローラー、右スティックとこの左スティックでやるだけでしょう。で、失敗すると、ストレスがアップして、達成度が下がっちゃうと。まあ、いけるいける。やりましょう。落ち着いていこうぜ。お、落ち着いていきましょう。さあ、R。おお、いいね。いいね。R。決まったぜ。ナイスだな。エド様、うまいじゃない。いいぞ。はい。はい。今の、最高だったぜ。素晴らしい、サムネを。はい。いい感じだ。ほんと、ミニゲームの難易度差がすごいんだよな。おお、いいね。
そう考えると爆弾難しすぎるでしょう。はい、いいぞ。もう達成度マックスになったから失敗してもいいんじゃないかな。いい感じだ。はい、あべ、リズムに乗ってくれ。やべ、足を踏んでしまった。はい、いいぞ。まあ取り返しましたね。はい、いい感じだ。ちょっと待って、注目されてるぜ。失敗しないか見られてるような気がするよこれ。はい、いいぞ。L と R を間違えそうになるな。注目されてるぜ。見ないで。はい、おお、いいね。はい、まだ続く。いい感じだ。本当に。はい、いいぞ。はい、あ、終わるんじゃないですかね。もう一回来る。もうメーターないから行ったかな。よっしゃ、なかなかいい感じだったぜ。ありがとうございました。早くオーガスタの顔を見に行こう。オーガスタは？ダンスって苦手なのに、お前と踊ってるとすんなり動けるんだよな。あ、そう言っていただけると嬉しいですね。お前めちゃくちゃ踊るの上手くないか？まあダンスダンスレボリューションとかやってましたからね。いえ、多分エド様だからこんなに気持ちよく動けたんだと思います。これならまた踊ってもいいな。すっげー楽しかったぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。オーガスタは？俺そろそろ行かなきゃいけないから、またな。ああ、もう行ってらっしゃいませ。エドともいい感じなんだろうな。じゃあ、ふう、パーティーの熱気でちょっと酔ったみたい。静かなところで少し休もうかしら。はあ、あ、結局こうなんのか。神湯くん、あ、あそこにいるのは神湯様だ。一人っきりで何を考え込んでいらっしゃるのかしら。盛大なパーティーですね、神湯様。お疲れになりました？ああ、君か。はい、私です。本当に賑やかなパーティーだね。うん、今が戦争中だなんてこと忘れてしまいそうなくらい。まあ神湯くんもね、実家っていうか地元があんなことになっちゃって、こんなパーティーどころじゃないよね。神湯くん、ずっと考えていたんだ。はあ、レジスタンスの活動に加わるべきなのかどうかを。いや、君はもう君の信じる道を行ってくれ。結論は出たんですか？うん、出たよ。行くのか。やっぱり僕はレジスタンスに入ることはできない。まあそうだよね、ここは変えようがないよね。オルフェやエド、そして君のことはいい友人だと思っているけど。いや、もうしょうがないです。それはルイやナオジに対しても変わらない。優しいな、神尾くんは。やっぱりそれに僕は、戦いで戦いをやめさせるのは根本的な解決にならないと思う。まあそうだわな。やっぱりだからもう神尾くんは中立でいたいと。もっと別の力だ、もっと強い平和を願う心。でもここで神尾くんを生かせるとさ。だから君たちとはいけない。本当にすまないけれど、もう俺タイムリーパーだからさ、この先どうなるか知ってるんだよ。これからどこへ？学園都市に戻るよ。戻れないんだって。あそこにはまだ僕を必要としてくれている生徒たちが残っているから。戻れないんだよ神尾くん。わかりました。あ、すんなり引いたな。運命分岐。マジでか。でもこれで私も一緒に行きますにすると、多分タクシー乗って拉致られちゃうんですよね。まあ今回はもう狙うはオーガスタの没落なんで、今一緒に行くわけにはいかない。ちょっとどうなるか分かっていたとしても、ごめん神尾くん。再会しよう、生きてちゃんと。
いつかまた神代様とお会いできる日を楽しみにしています。うん、ありがとう。心苦しいな、本当に。咲いたよ、神代くん。これどっち選んでも咲くのかな、彼。とりあえずオーガスタの顔を見に。旦那様、大変です。どうした？なんだ、想像し、パーティーの最中だぞ。ああ。あ？何の音？ライヒアルト・マルクグラフ、オン・クラップフェン、ウォルフェン・ビュッテルだな。来たんじゃないこれ。いきなりなんだね、諸君らは。ちょっと待ってよ、これどうしよう。いい時間になってるけど、もうちょい行ってみますか。武器密売容疑で逮捕する。あっはっはっは、やった来た、マジで。あこれは何かの間違いだ。私はまだ密売などしていない。お父さん、もうちょっと声をボリューム抑えましょう。私はまだだと、これからする気満々ですね。オーガスタは、それは、来たぞ来たぞ、新展開。誰か何とか言ってくれ。もうなんか矢神ライトみたいになってる。男性、女性もだんまりですよ。誰か観念しろ。あ、ジェコイ、せめてオーガスタぐらいはさ、パパーって行こうよ。私は無実だ。衝撃の展開ですよ、これ。没落。パーティー中失礼しました。続けろって、あの後。じゃあパーティー続けましょうかってならないよね。あ、オーガスタ、お父さん行っちゃったよ。オーガスタさん、試着家もここまでか。ここまでか。お嬢さん、かわいそうに。ね、ダンスは踊れないし、お父さん行っちゃったし、オーガスタどうします。こんなことってないよね。大丈夫ですか。俺今すっげー下水かも。父なら大丈夫だけど、きっと保釈金を用意するから。じゃあその保釈金を奪わないと。家は没落するかもしれないけど。じゃあこれ没落ルートとしては成功したってことでいいんですかね。はあ、何の音？次から次へと。開発工場が何者かに侵入を受けました。とんでもないよ。まあ、どうなってしまうんですの？兵器工場まで。恐ろしいことだ。まあ皆さん落ち着いて、とりあえずパーティーを続けましょう。皆さん落ち着いて避難してください。パーティーを。オルフェ、せっかくの新兵器がお釈迦になっちまう。ああ、それは困る。持ち出せるもんだけでも持ち出そうぜ。ああ、そうしよう。ああ、急ぐとしよう。いや、すごいことになってきた。私ドレスはどうしましょう。いいよ、まだパーティーしてていいよ。ワカメ、そんな格好で戦えねえだろう。戦うのか。え、またミニゲームになっちゃう。そうですよね、すぐ着替えてきます。わかった、その間にメンバーを集合させておく。すごいことになってきたな。やめ時が分かんなくなってしまった。あ、深刻な、あのミニゲームの曲。お待たせしました、行きましょう。オーガスタ連れてくんかな。侵入者が何者かは判明していないが、はあ、時期から考えて目的は新型兵器だ。まあそうでしょうね。万が一、うん、侵入者が兵器を奪取しようとした時には破壊するようにとのことだ。まあ奪われるぐらいだったら確かに破壊しちゃった方がいいんでしょうけど。面倒なことになりそうだな。本当にね。オーガスタは放置してきたのかな。あら、うわー、助けてくれ。整備士大丈夫？もう中で誰かが襲われてる。まずいな、これは計算外だぞ。夜明けの風か。革命軍ですね。侵入者ってのは革命軍かよ。たく、
好き勝手やりやがって。いや本当にね、くたばれ夜明けの風。夜明けの風はくたばらん。よせ。あら、我々の任務である工場の破壊はもう終わった。石月少尉の命令通り撤退しろ。なあおじくん。了解。やたら当たり前のように銃ぶっ放してきたな。石月少尉ってここに侵入してきているのは直次か。あらあら、どうなっちゃうこれ。今は彼と戦う時ではない。うん、顔を合わせた時にはその限りではないが。顔を合わせないことを祈るしかないね。じゃあとりあえずトレーラーに積んである兵器だけでも急いで持ち出そう。はあ、っていうところで本当にいいお時間になってるんで、とりあえず今回このくらいにして、次回またこの続きを進めていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。